ヒュルゼーでは、ドイツ連邦共和国にいたザクセン州、シャウムブルク軍のザムトゲマインでローデンベルクを構成する町村の一つである。ヒュルゼーでは、ジュンテル山の北斜面、ダイスターイコールジュンテル共和国に位置する。ヒュルゼーダーバッハが、主に道管を付設された川床を流れて、町を横切り、町を出て、すぐに、ローデンベルガーアウエ川に合流する。この町は、 1974年までは独立した町村だった以下の三つの集落からなる。町名のヒュルゼでは西洋ヒイラギの一種であるヒュルゼドルーンに由来する。この集落は1050年の古田修道院の資料に記録されている。1310年にはキルヒホーフ、ミッテルミューレ、ホーエホーフの農場が初めて記録された。1450年に建造されたグッズミューレは ニーダーザク選手で最も古い水車の一つである。ヒュルゼーデワビール醸造圏を有していた。カールステン・エッカーマンが最後のブルワリーであった。ダイスターイコール・ジュンテル峡国の差し物仕組み合いは、この町の家具産業の方がであった。1978年にベスターネッケに、ナト o の施設が設けられた。この町の議会は11議席からなる。この町の町長は、 2011年11月9日から、マーリオンパシュートが務めている。ジュンテルブーヒエモよりのアウトバーンのインターチェンジは、A2 号線、ハノーファードルトムント間のラウエナウインターチェンジで、約 10km の距離にある。街の北を、バートミュンダーから、ブンストルフに至る、連邦道 B442 号線が走っている。公共交通は、シャウムブルク交通会社の2014系。 2016、K 及びザムトゲマインでローデンベルクのマイクロバス路線が運行されている。ヒュルゼーデには家具製造の会社が2社ある。ありがとうございます。